マテウスメリアンマテウスメリアンメリアンであるテレイ、1593年9月22日1650年6月19日は、スイスのエングレービングを主に用いていた、版画家、製図家、出版業にも従事し、都市図や世界地図の制作など17世紀のドイツを代表するイラストレーターであった、フランクフルト・バーゼル生まれ、マテウスは、 チューリッヒで同伴側の技術を学び、その後もフランスのストラスブールナンシーそして1610年からはパリで働きながら技術に磨きをかけた。1615年に彼はバーゼルに戻るが、翌年にはドイツのフランクフルトにあったテイオドルドブリの出版社に勤めた。そこで知り合ったテイオドルの娘、マリア・マグダラと1617年に結婚し、 1620年にはバーセルに戻った。翌年には成長後父と同じ版画の道に進む息子、マテウス・メイリアン・ジュニアが生まれる。マテウスはバーセルで自己のスタイルを確立しつつあったが、3年後の1623年、ギフ・テオドルが亡くなると、彼の出版社を継ぐためにフランクフルトへ引き返した。1626年には公民権を取得して独立で、 出版社を立ち上げ、多くの作品を世に送り出した。1647年、後に、画家兼自然科学者として活躍する娘マリア・ジビーラ、メイリアンを授かるが、マテウス自身は病を、リー、数年間の闘病も虚しく1650年に、ビースバーデン近郊のバードシュバルバ派で死去した。フランクフルト、プラハ総外等的事件肖像が、グスタフに聖。 アドルフ・マテウスの仕事のほとんどをフランクフルト在住時にこなしたが彼のユニークな都市図の形式はバーゼル時代の1615年には作品の中に見られた。これはジャンクーザンが1560年に表した遠近法の書で解説されていた遠近法を取り入れたもので彼の作品の基礎となった。地理学者のマーティン・ツァイアーとそして後には息子と組んで編纂した。 都市図のシリーズは21巻まで出版され、タポーラフやジャーマニーとしてまとめられた。この書は膨大な都市の長官図や風景画を収録し、さらによく知られることになる世界図や各国の地図も掲載していた。また彼はギフブリが1590年に取り組み始めたグランドボイジズとプティボイジズの仕事も引き継ぎ、これらの後半部分を制作し1634年に、 完成させている。多くの女子たちとともに、マテウスが作成した版画は、地図だけでなく、聖書の古事から題材を得た、版画集、アイコナムビブリーコラム、戦役や事件、狩りの図、本の表紙、肖像画や、死の舞踏など様々な主題に取り組んでいる。スウェーデンのエリック・ダールベルヒ伯爵が編纂した、同版画集、スエシャ・アンティクアイ・オーディ・チェルナは、 マテウスの仕事に強く刺激を受けている。ドイツの旅行雑誌メイリアンの名称はマテウスの名を由来とする。ありがとうございます。